はい、どうも、こんにちは。久しぶりの実況動画となります。ファクトリーナイトメアっていう、なんかミクちゃんとリクちゃんがなんかどうのこうのっていうゲームらしいんですけど、この人のね、作品のゲームはなんか数年前にできたらけど、ハンドルネーム変わって初めての作品になるのかな？トトロさん、トロ、トロロ、トトロさんのゲームらしいんだけど、まあ、やってみないとどんなゲームかわかんないんでね。まあ、やってみようと思います。ちょっと音大きいかな？もちろんかな。工場にやられるわけも、そんななるわけないよね。オッケー。見とけよ、見とけよ。あ、日本語読めよ、日本語。日本語読まないと頭悪くなるぞ。よし。いやー、まあ、このね、ゲームはね、まあ、一応ボーカロイドだからで、結構で機械関係にあるゲームらしいんです。なわけないやろ？まあ、な、動いとったらお前、だんだん、いらんか、誰が言うんかよ、みたいな感じになるからね。ああ！ちょっと力を入れてら。ガチャコン！野獣先輩！ちげえわ。はっ！よし！うわあ、やられすぎだろ、お前。手書きっていいよね。確かさ、この屋上に、この辺に屋上あるんだけど、焼いていかない？ああ、いいっすねー。全く実況じゃねえし、こんなの。ほんと嫌だよ。こんな実況嫌だわ。まあ、工場跡地だな。じゃ帰ろっと。ガバーナダディ、あ、ちゃ。まあ、さっきミクちゃんのあれあったけど、気のせいかね。つか、死んでるし。一回ちょっと初見でね、一回軽くやってみたのよ。なんだお前。お前なんてことしやがる。出られねえし。最低だなお前。もちろん！なんでお前だけ入れるんだ？おかしいだろ？頭使えちゃう。へへへ、痛げですわ。で、こっちはこっちだね。へい！大丈夫か？ ん？うわまともにしろよ、ゲーム。ここは？
じゃあサクサクスプレー行くぜ。サクサクスプレー行くぜ。チキショー。1994、これ覚えといてくださいね。で、これに、15を足してみるんですよ。で、94足す15は、2009年でしょ ?2009 年のこの2009という数字を覚えといてください。まあ僕もまだ途中までしかしたことないんだけどね。オッケー。このゲームまだね、追っかけられるっていう展開はまずないです。あ、ミスった。ごめんごめん。これは、こっちですね。ごめんね。またさっきのとこ行かなきゃ。で、これで、こうして、さっきのあの、土管のところを開けると。さっきのガス管で、私ね、シュノーケールって私どういうやつか知らないのよ。ほんと、手書きだからいいよね。ああ、濡れゲーですか。いや。一方、その頃、トーノマン。行くぞ、この野郎。ここもね、なんかあったんだけどな。あ、忘れてた。そうそう。これこれ。で、これで。全然本当に追っかけられないからね、このゲーム。で、この、バールを手に入れて、さっきの。このなんかね、ゲームボーイアドバンスみたいなさ、やついるけど、こいつは多分敵じゃないと思う。で、さっきのところに。で、監視カメラを見ると。なあ、うはつかさ、機械ロボットなんだからさ、水に重くそ、これつけられたら多分死ぬんじゃないの?機械物だし。お、開けろ、ほら。勉強持ってんのか?
まあそういうわけじゃないんだけどさ。OK。次に、ここ。よし。断然キーを手に入れたら、で、だから、時系列的には多分、ミクちゃんが先に進んでると思う。微妙に。開けろ、ほら、免許持ってんのか？え？オッケー。よし、これで通れるようになったね。あ、めんどくさ。ってことで今回ここまでにしておきましょう。13分だしね。ちょっとね、今からね、ちょっと、生テレビ見ないとダメなんで。見せろ。はーい、けい。バイバイ。